俺の名前はカイ。俺の友達の勇気は根っからのトレーディングカード付きだ。カイ見ろよ、こんなに集めたんだぜ。すげえな勇気は。俺そこまで極められねえよ。やっぱり好きなものは極めないとな。けれどそんな勇気の極めるスタンスは俺の想像をはるかに上回った。勇気のカード付きは社会人になっても続いた。カイ見ろよ、この遊具王レアカード200万はくだらないぜ。いやすごすぎるだろ、どんだけ極めるんだよ。やっぱ好きなものは極めないとな。限度があるだろう。勇気のカードコレクションを自慢する矛先は俺以外にも向いていた。 SNS にもあげたんだけどみんなすごいって言ってくれるんだ。もう毎日あげたるよ。それ大丈夫か。ガラスのショーケースに入れてるのは防犯上いいかもしれないけど、 SNS に上げることで不特定多数に見られるってことは意識しとけよ。盗まれてからじゃ遅いんだからな。住所もわからないのに無理に決まってるだろ。まあ確かに勇気は俺の忠告に耳を貸すことはなかった。心配すんなって、絶対大丈夫だからさ。本当か。ねえ聞いた聞いた聞いた、クワガタ田中さんの家の前にも出たんだって。変ね、山も森も近くにないのに。クワガタ、なんでだ。市街地であるここでクワガタが見つかることに俺は違和感を覚えた。数日後、俺は勇気になんとなくその話題を出した。なんかこの前の帰り際、近所のおばちゃんがクワガタ見たって言ってたぞ。あ、俺も見つけたぞ。しかも結構珍しい種類だったから SNS にあげたよ。そしたらさ、結構反響あってプチバズるよ。おかげでフォロワーも増えたぜ。お前ちょっと不思議に思わなかった？変だよな。でもいいじゃん、面白いし。俺の違和感は拭えなかった。そしてその日から勇気の家周辺でのクワガタ発見情報はなくなった。ただそれはあくまで勇気の家周辺の話であり、勇気の家ではその日以降もクワガタが目撃され、彼は写真を上げ続けた。また見つけちまったぜクワガタ。この間はでかいカエル、どうなってんだこれ。本当にどうなってるんだ。なんだこの気持ちの悪い違和感は。そんなクワガタは半年間置かれ続けた。俺が勇気の家に泊まって翌日出かける時にもそいつはいた。なあ今日もいるだろう、すげえよな。すげえけど半年は異常だろう、絶対意図的だって。どんな意図だよ、俺がバズるだけじゃないか。その日は11月4日、俺も勇気も仕事の日だった。じゃ今日もお互いに頑張ろうぜ。おう。この時点で俺は自分の違和感をもう少し信用するべきだった。言ったな言ったな、これでついに報われる。そうすればあんなことにならずに済んだのに。事件はその日の夜に発覚した。ただいまっと。さて今日も俺のカードちゃんたちは元気かなっと。あれ鍵閉め忘れたっけ。あれなんか風通しいいなって、あれ部屋がカードが部屋のコレクションが。勇気の部屋は何者かによって荒らされていて、彼が集めていたコレクションは一つ残らず盗まれていた。その被害総額はなんと1億円にも及んだという。彼から電話を受けた俺は急いで駆けつけた。じきに警察来るらしいけど、こんなのってねえよ、どうしてる。確かに、なんで急にこんな。こいつの家にそんなコレクションがあるなんてわかるわけ。ああ、どうした、なんかわかったのか。クワガタだ、あのクワガタ、お前毎回 SNS に上げただろ。それがどうしたんだよ。あれで住所特定されたんだよ。置いたクワガタをアップされればその近くの住民に違いない。仮に移動するとしても何回か置くことで絞り込むことができる。お前が挙げてる時間帯でお前の外出時間のスケジュールが大体把握できる作戦だ。そんなことあるか。気になった俺たちは SNS でクワガタというワードで検索をかけた。クワガタが玄関前にいたって投稿がこんなに。特定用の餌ってことだよ、やられちまったな。事件からしばらく経った。
未だに犯人は見つかっていない。はあ、カードショップ見るだけで憂鬱になるぜ。早く集め直さないとな。すげえメンタルだな。 SNS に事件のことをあげたらみんな励ましてくれてな。まあセキュリティしっかりしておけとか自業自得とかめっちゃ言われもしたけど、人によってはめっちゃ病みそうだな。ま、これを機に SNS やめるわ。アカウントも消した。今かよ、行動早いな。しばらく心を癒す時間も必要だろうし、そっとしておくか。それから俺も個人的に事件について調べていた。クワガタからの住所特定、空き巣に入られてカードを盗まれる、同じ被害に遭った人も多いな。同一犯か。勇気以外にも同じ目に遭っている人間は珍しいことではなかった。その時勇気から電話が入った。やい、やったぞ、カード取り戻したぞ。はあ、どういう意味だよ。勇気の家に行くと確かにそこには大量のカードがあった。すげえな、お前全部買い戻したのかよ。いやー、ラッキーだったぜ。なんとな、俺が取り戻したかったレアカードが全部まとめて手に入ったんだ。すまん、意味がわからん。見ろよ、1億はした俺のカードコレクションが900万で出品されてたんだぜ。貯金ほぼ全部使って買っちまったぜ。900万、1億が、それは確かに安いけどよくやるな。ん、気になった俺は勇気に尋ねることにした。なあ、前に持ってたカードのシリアルナンバーとかメモってるか。え、確か買った時に一時期ハマって記録は残してるな。これのことだろう。ああ、まさかとは思うけど。シリアルナンバー、カード固有の番号であり、同じ番号が記載されているカードはない。そして勇気がフリマアプリで落札したカードは盗まれたカードと完全に一致していた。完全に一緒だ。俺のカードを俺が買い直したってことかよ。早く気づけよ、同じカードなんだから怪しいって思うだろう。出品者が犯人じゃねえか、とっちめてやる。おかけになった番号は現在使われておりません。ダメかよ、こっちもダメだ。フリマアプリのアカウントも削除されちまってる。完全に犯人の手のひらで俺たちは踊らされていた。当然警察には事情を説明し、荷物の箱などの情報を調べてもらった。向こうもバカじゃないみたいですね。完全に足取りがつかめません。郵送先の情報からも特定できませんでしたし、指紋や DNA も残ってません。むしろ足のつきやすいフリマアプリでの出品をするなんてなかなかの強者ですよ、これ。すごー、うちょくりやがって。どうする、ここで終わるか。いや、カード取り戻したし、もういいわ。お前それでいいの？むしろ安く手に入ったしね。1億相当の被害出たのを忘れてる？それから勇気は引っ越しをした。まあ住所特定されてるわけだし、そりゃ引っ越すわな。にしてもあいつ、もう少し防犯対策とか考えねえのかな。そんなことを思ってる矢先だった。おう、いらっしゃい。今度は盗まれるようなセキュリティじゃねえよな。安心しろ、ちょっとこっちに歩いてこいや。なんだよ、近くまで出迎えても。なんじゃこりゃ。すげえだろ、手作りトラップだよ、防犯用のね。なんで本物っぽくなってんだよ。これなら絶対大丈夫だ。ほら、このトラップなら大丈夫ってみんなコメントしてくれてるぞ。だからなんでまた SNS に上げてるんだよ、手の内見え見えじゃねえか。大丈夫だって。それに今度はクワガタの写真なんて絶対上げてねえし。あ、でも最近家の前に気持ち悪いカエルが置かれてるんだよな。あれはあげてもセーフだよね。アウトだ、こいつ何も学んでねえ。あいつかもだね。皆さんも特定されるような情報をあげないようにして、大切なものはきちんと保管しよう。